1>, 1番、16番ゲート明るい日差しを受けて今、16頭全場ゲートの中スタートしましたちょっとバラっとしたスタート静かの海、それからプリンシペ、北京には後方でサーセンコ争いまずは4番のネオスイープ高ダッシュ先頭ですが3番のジンジャーパンが並んでかわしますさらに内から2番のラベリテラベリテが一気に上がっていきましたその後は5馬身ぐらい離れて固まっていますが 外から上がる14番のユーカーリプタスが今4番手に上がってその直後からは7番のクーレイナニさらに15番のビターモンスター間12番のアルムダウンそれから3馬身11番のサンゴブ・アマゾン内から10番ラプトリーそれから2馬身9番栗の宝船6番、シューカの海がかわして上がっていって5馬身差5番のプリンシペペケニョそれから8番のマーシュビガラス4馬身離れて16番エスケイペガサスまた離れて1番の青いサロン最後方13番エメイン縦長で4コーナーのカーブ残り4 0を通過。 2番番ラベリテ先頭1馬身ののード4番のネオレイナニが内からコーナーワークで接近さらにはユーカリプタスの外から15番のビターモンスターとその外から6番の静かの海が追ってくるさあ200を通過して先頭2番のラベリテこれは突き放してセーフティーリード2番手に6番の静かの海が上がってきたそして3番手の争い外から追ってくる14番のユーカリプタス先頭2番ラベリテゴールイン 2番手が6番の静香かの海3番手は14番ユーカリフタスカ。